こんにちは、たまごサンドゆうです。今日はカッチ時です。ちょうどカッチはベストボディジャパンという大会の1週間前になりました。1週間前ということはカーボディブリートといって炭水化物を一切取らない時期に入るんですね。そんな日に今日はミスト目の前で爆食していきたいと思います。ちょうどね、事前調査でカッチ減量終わったら何食べたいって聞いたんですよ。そしたらドーナツってしっかり言ってたんで、今日はね、減量終わってからじゃないけど1週間前に私が新作も兼ねてレビューしてやろうと思います。ではカッチのところに行っていきたいと思います。はい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 、何寝てんだよカッチ。うわーカッチー、きつい。おかえり。ただいま、撮影だよ。撮影？うん、回ってますよ。おいおい、何すんの？回ってるよ。はい、カッチさ、大会1週間前のやつじゃん。うん、ちゃんと目を開ける。はい。え？待って、ほら、いやいや、なんで今日何の撮影すんの？じゃあカッチさ、ミスドの新作あるって言ってたじゃん前に。めちゃめちゃ調べたけどね。それさ、今日さ、ちょっとレビューしようと思って買ってきたの。いや俺食えないよそれ。いいじゃん、私が隣でレビューしてあげるから一緒に食べよ。いやもういいよ、やめよマジでいいよやんなくて。よーし、もうなんか他の YouTuber がやればいいじゃん。もうダメだよ、そのカッチの苦しんでる姿みんな見たいって言ってんで。俺の苦しんでる姿を見るために水でやんの？うん、あ、もう寝癖もやばい、早く。分かった、じゃあいい。あ、ね、あれコーヒーある、コーヒー。コーヒーもやるから、うん、あのカメラ置いて。はーい。はぁ、だるい。あー、結構ガチでムカつく。動画だからって怒るからね、普通に。ティッシュある？ティッシュは目の前にあるよちょっと見ろよ、前なんで俺が準備しなくちゃいけないの、食わねえの。早くしてよ、コーヒーいつも飲んでんじゃん。コーヒーは飲むけど、コーヒーとドーナツってね、結構体絞れてくるらしいよ。誰が言ってたの教えてくれよ、それ言ったやつ、マジで。失礼します。乾杯。まずね、これ。もうちっちゃい頃ずっと食べてたの。フレンチクルーラー。ちっちゃい頃よく食べた僕です。フレンチクルーラー。これ、なんだっけ？エンゼルカスタードだっけ？エンゼルカスタードも俺が食ってたやつ、ずっと。ホイップじゃなくてカスタードが好きなんよ。そう。中に、だ、それは俺だから俺が好きなの。来たよ。芋のやつがね、出てたんだ。いやいや、俺の方が詳しい。これは、最新の新作の塩バターが乗ってんのかな。あとね、これかわいいんよ。これほら、おー、匂いやばい、匂いやばい、いちごやばい。ちなみにこれは、あのブラックサンダーとコラボしております。お、詳しいじゃん。なんで俺がレビューしなくちゃいけないんだ。カッチさ、いちごチョコ大好きじゃん。大好き。私そうでもないんだけど、でもいちごチョコのやつだから買ってきたけど。じゃあ買うなよなんでなんでカッチの分もさ。お、ちょうどいいね。あ、うまいな、置き方が。それはよし、じゃあまずはこの質素のやつからいくか。誰が求めてんのこのこいつのレビュー。いや、こいつらのレビューすんなら回しもさ。うわあ、カスタードのエンゼルマジ食いて。ああ、はい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 、これね、中に入っちゃってんだよね。見て、飛び出てる中が。そこが醍醐味、そっから吸えるのよ。うざい強烈にうざい。もうこの人と出会ってから強烈に今一番うざい。待って、うまっ、これうまくない？めちゃめちゃうまいから。ちょっと食ってみ。ちょっと食ってみは無理。中だけとかダメなの？ダメです。いいね、おー、いいじゃん。ポンデリングみたいな形に塩バターだっけ、なんか乗っちゃってるやつ。でも実際にこれはちょっと味気になるから知りたいかもしれない。え、中めっちゃ黄色。いや、これだけはまともに聞いてあげるよ。うん、あ、
ポンデリングの形だから、ポンデが持ったらサーターアンダギーみたいな生地。ホクホク。そういう感じなんだ。生地もなんか黄色いんだけど、めっちゃお芋の生地。え、香りはどう？甘い。ただ、芋っぽくない。でも味めっちゃ芋。おう、食えよ。これめっちゃ芋だわ。本当にね、さつまいもそのまま食べてるみたい。いや、これうまいわ。うん。食ったの？目で、ほらもう目で今カロリー取ってる今。取るよ。うわ。え、これはなんか新しいね。おいしい。うわ、うまそう、これは。あ、でも、味噌さすごいわ。じゃあこれいこうかな。これなんだっけ？ブラックサンダーの、あのコラボ。で、新作の、ストロベリー。あー、ちなみに4種類かな、出てるのかな。あ、詳しいっすね。もうだって俺さ、来週大会なんだけど、終わったらこれを食べようとしてたから。もうじゃあ調べてたんだ。調べて、もうミスド調べ尽くして絶対ミスド食おうと思って。これはもうポンデの生地だね。もっちもち。もちもちとザクザクが合わさって、上からイチゴドーン。ムカつくんですけど普通に。うん、うわ行くのか、行くのか、食うのか。一瞬入ってる。もう香りで太った、目で太った、もう手の食感でもう太った。もうこう血管からカロリー入ってくるよ。完全の点滴みたいな感じ。ドーナツの点滴打たれた。どう、これを踏まえてどれが一番食べたい？俺の今の、うん、目と素手と食感の感触で、うん、味覚以外で選ぶなら、うん、あー、やっぱカスタードかな。カッチはお兄ちゃん粉砂糖くらいいいじゃん。砂糖塗ってやるもん。カッチが入れてくれたコーヒーがよく合うよこれ。うわ、どれだろう。え、でも俺がこれ悩んでる意味あります？視聴者の皆様。で、ちゃんと食べれる量でしょ。食べきれる量、フードロスなし。なしで、これは食べれますね、うん。実際食べたいのはこのさつまいもバター的な海苔のやつ。あ、私もね、これ踏まえてなんかイチゴとか美味しそうだなと思ったんだけど、これさつまいもナッツ、見た目よりも味がびっくりしてうまいわ。ムカつくな、だからさ。まあそうなんだよ。感動しました。味のレビューってそういうことですから、うん、俺のただ食べたいのレビューだから何も意味はない。すごい、目がね、しっかりレビューできてる。そう、目から味を捉えてるから。ちょうどさ、カッチ1週間前でしょ、うん、どうなの辛さ的には。まあカーボディブリートもさ、今日からって言ってたけどさ、急に炭水化物が食べれなくなって、どうよ。本当に辛いよ。あ、炭水化物を抜くってことはやっぱり芋とかさ、ちょっと甘い部分も取れないわけよ。うん、そうだね。もう今だからドーナツっていうものが世の中で一番食べたい時期です。あー、ちょうどよかったね、私の時期。1週間待ってほしかった。え、今日しかないと思って。逆にローソンの時と一緒じゃん。まあそうなんだけど、今日しかないのよ。え、ちなみにね、大会終わったら爆食動画撮りましょう。私のおごりです。カッチの好きなもの、何でもいいよ。ハンバーガーでも、もうドーナツでもいいし、ラーメンでもいいし、買って買い集めて食べましょう。いや、やっぱ醍醐味といったらもう正直マックとミスド。ああ、うんうん、まあ、実際この2つあれば1回十分。うんうんうん、それまで家まで我慢してやるよ。じゃあいいね、お安い方ですね。なんか動画撮んの？動画撮るよ。嬉しい。いや、この今めちゃめちゃ辛い自分と、うん、終わった後の気持ちいい俺を見てくれ。うん、マジで小麦系やっぱさ、しみるよね。しみるね。うん、まあ牛丼とかも捨てがたいね。まあ俺の喜んでる姿をちょっと次回ね。まあ次回は大会の動画になるかな。うん、もう次回はね、完全に大会動画からの爆食。はい、いや、ちょっと楽しみにしといてほしいね。私も楽しみです。カッチの喜ぶ顔が見たいです。ありがとうございます。もう必ずね、あの優勝するんで。だから食べなかった。えらい、カッチ。え、じゃあさ、ちょっとこれ一玉だけ。ちょっとあのカメラのあれ切って、電源切ったよ。食うから。やめなよ、精神的に悪いよ。あなたが一番悪いことをしてます。よし、じゃあカッチあと1週間頑張ろう。じゃあ今日は動画締めて、来週大会頑張るんで、ちょっと応援よろしくお願いします。
てことで、カッチ絶対優勝してミスド食えって思った方はチャンネル登録、カッチまだあと1ヶ月はミスドご飯だと思った人はグッドボタンお願いします。てことで今日もありがとうございました。せーの、